桜井高正桜井高正は日本のポップカルチャー研究家、メディアプロデューサー。早稲田中学校、早稲田高等学校、早稲田大学政治経済学部卒。公文社にて編集者として、赤瀬川源平の名画特本などノンフィクション書籍の編集を担当。あと、退社して世界各地における日本初のポップカルチャー需要について研究した。 外務省の派遣講師として、世界各国で日本のロリータファッションとポップカルチャーを日本文化として紹介する活動を行い、その経験を著書アニメ文化外交世界可愛い,い革命にまとめた。2015年12月4日午前0時30分ごろ、JR 西日暮里駅でホームから転落し、京浜東北線大宮駅の普通電車に引かれ、 搬送先の病院で死亡が確認された49歳没。転落直前に酒に酔った様子が目撃されていた。桜井高正によって繋がった J-POP カルチャー仲間が桜井の J-POP カルチャーで世界中に平和をもたらすという意志を継いだパーティーをやろうと決め、水島大中を中心に桜井の名を取ってチームサクサクを結成。 桜井の誕生日である2016年12月19日に渋谷オーネストで第1回のライブとトークショー桜井クスマイル16を行った。ありがとうございます。